一定しているからデリケートな変化に気づく株式投資虎の穴林投資研究所チャンネルこんにちは林智之です水曜日持続可能な株式投資今日のタイトルは勝つために全てを一定にする株価変動というのは大きいんですなおかつ突発的なところが多々あります これが利益のもとなんですが、非常に難しいわけです、えー。そして読み切れない。その代わりその突発的な変化に反応して行動したいわけです。それを実現するために、いろいろなものを一定にしておくという提案をしたいと思います。思いつくものをいろいろと並べていきますので、何かヒントを拾ってもらいたいと思います。 なるほどと思ったら高評価、グッドボタンお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。す、え、べ、ー、てを一定にする。つまり自分のルーティーンを整えるということです。ルーティーンというのは非常に大切です。所作ですね。例えば、出かけるときにいろいろ物を持ちます。必ず持つものがあります。財布とか。 携帯、鍵、時計。こういったものを、ポケットなりカバンに入れる手順。そもそも、財布や時計や鍵をどこに置いておくのか。こういうものが全て一定していないと、あ、携帯を忘れたとか、あるいは財布を忘れた。会社の鍵を忘れて、 家を出てしまった。いろいろなことがあります。一定にしないと、うまくいかないわけです。トラブルが起きるわけです。で、あの、なんとなくですね、ピターっと決まっているようなものもあると思います。靴下をどうやって履くのか、どういうふうに脱ぐのか。こういうのは安定しています。で安定しているんだけど、ちょっと何か狂った時に、事件が起きたりします。こういうものをですね、 お金を動かす大切な仕事なわけですから、とにかく徹底して一定にしておこうというのが今日のテーマです。まず一番は情報です。情報の量。ある時はちょっとしか見ない。ある時は時間があるから、いろいろ見て、あれも見てこれも見て考える。これは不安定です。 それから、情報の入手経路ですね。普段はここを見てると。でも、ちょっと、気合が入ったとき、ポジションが心配になったときは、あれ見て、これ見て、誰かの意見も聞いて、こういうことをやるとですね、非常に不安定になります。他人の予測なんてのは一番ですね。もし、誰かの予測を聞くなら、一人だけ、 こういうふうにしておかないと、ま、誰も未来のことわからないわけですから、これは情報ぐちゃぐちゃになっちゃいますね。頭の中が混乱してしまいます。それから情報の種類です。普段、冷足だけを見ている。そうしたら、すでに冷足だけを見て判断する。どんなに困った状況でも、どんなに気合が入った状況でも、それを崩さない。困った時にですね、 いろいろこう特殊なチャートを見て、えー、もうちょっとなんとかあ答えが出ないか、えー。答えがね、出るんだったら苦労しないわけです、えー。こういうところ、一定させておくということです。それによって、自分が使う情報、入手する情報のクオリティ、質が安定します。質が高まります。質が下がることがなくなります。 こういうことをきちんと、まず考えたいと思います。それから実際の売買面、売り買いの部分ですね。タイミング、売買のタイミング、こういうものも一定にしたいわけです。思いつきで、これはこうだなんてのはダメですね。えーまあ、仕掛けるこう根拠なんてのもそうですね。なぜ買うのどういう状況だから買うのか もちろん、引き出しがいくつかある。なんていうことはあります。下がったから買う。つまり、下がったんで今度は上がる。トレンドが今度は上げに移るだろう。と言って買う。あるいは、下がらないから買う。下がらないということは、これから大きく上に抜けるんじゃないか。下がらないから買う。 こういうふうにですね、えー、二通りあったりするわけです。下がったから買う。あるいは下がらないから買う。こういうのはですね、えー、引き出しがあ、まあ、複数ある。というような状況だったりするわけですけれども、そもそもそれ、やり方、手法、これがピタッと決まっている。一定している。だからそこの中に引き出しがいくつかあるよ。こういうことが成立するわけです。最初から何でもいい。 それから判断する状況ですね、えー、相場を見て値動きを見て、えー、自分がね決めている情報これをチェックして判断決断するこの時間例えばある時は朝ある時は夜ではなくていつも同じ時間帯にやりたい場所もそうです 同じ時間、同じ場所、同じ気持ち、同じ気分で判断する。これによって判断が一定になります。土日に時間があるから研究しようというのはいいんですけれども、えー、普段ですね、10分かけて考える。これを時間がないからって言って30秒で決めてしまうっていうのは良くないし、時間があるからといって、 え、いろいろ考えていると、さっき言った情報の量、種類、こういったものが一定になりません。普段よりいっぱいいろんな情報を手に入れて、うーんって考えてしまう。考えても考えても明日の値段わからないわけです。だから自分のやり方の中で自分の判断のルーティーンで答えを出して、で、行動して、その結果がまた出ますから、 そして、えー、ポジション操作をまた考える。これをやっていくしかないのに考えすぎてしまう。ブレます。だから、判断の時間、場所、気持ち。これはですね、一定にしておくべきです。こうやっていろいろ安定させるから、必要なメリハリ、効果のあるメリハリが生まれる、成立する。 こういうふうに考えることができると思います。で、えーまあ、判断のルーティーンとか、情報量とか、えー、情報の入手経路、種類、こういったものが一定している。そして、やり方ももちろん決まっている。まあ、やり方が決まっているから、えー、どういう情報が必要かといって、情報の種類とか入手経路が決まるわけですけれども、す、え、べ、ー、て一定しているから、 デリケートな株価の変化。全然動いていなかったんだけれども、動こうとしているのではないかとか、えー、ぐい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 で、えー、上昇していたんだけれども、その上昇がちょっと弱くなってきたのではないかとか、そういうデリケートな変化を検知することができる。一定しているからデリケートな変化に気づく。こういうことが言えると思います。 ただ、視野を広げるための作業というのも必要だと思います。決まったことだけやっている。これがプロフェッショナルなわけですけれども、つい盲点が生まれます。だから、ある時は第三者的な観点で自分の売買を見つめてですね、見直してみる。そして、いろいろなものに触れてみる。本当に自分の売買これでいいのだろうか。 自分の売買の強い部分はこれであるなんていうことを再認識したり、表裏一体の弱点がこういうところにあるから、やっぱりこういうところは常に気をつけなければいけないなとか、いろいろですね、考える。そうやって視野を広げる作業。これも必要だと思いますけれども、さっき言ったように、突然考えてそれを売買に反映させるのではなくて、 時間があるときにゆっくり考える。売買から離れて、具体的な売買から離れて、そういうことを考える、えー。こういうことがですね、とても重要だと思います、えー。とにかく何もかも一定にしておく。それによって個性とかメリハリが生まれるんだ。そして、えー、安定した利益、えー。それから高いパフォーマンス。 こういうものに繋がっていくと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございます。